3つ目なんですよね今日が。そうですね、それを考えるとやはりこうチーム全体のね、総力も大事になってきますし、はい、まあ、疲れている選手をどうやってこう休ませるっていうところも考えなきゃいけない。さあ親が坂に戻してキックオフ、大分トリニータ左から右へ攻めていきます。大分トリニータは坂から長ここは小屋がプレッシャーをかける、小林誠吾がかける、そしてボールを奪う、町田大和にボールが出る、中央に入ってくる、逆サイド小林誠吾、前半13分、プレッシャーからボールを奪ってそのまま一気に持ち込みました。ラストパスの町田、完璧だと思いますね。素晴らしいシュートだと思います。去年の2節の横浜 FC と大分の試合ではフリーキックを決めている手塚、斉藤またいで手塚のボール、押し込みました、追いついた。今これ前で少し触ってるんですかね、またそのボールですかね、高木に当たってますね、はい、ね、そのまあ、やった選手、対戦した選手から声を聞いてね、聞くとやはりこう、さあゴール前だ、高木触った、さあここで入れ替わってシュートまで持っていけるか、中に入って高橋スルーした、伊坂走ってきた、中村上げて、さあまだシュート決まりました、横浜追加点、山下ですかね、山下です、しっかりとこうインで巻いて、まあ、自分の思ったところにボールがいったと思いますね。三沢のボールシュート、キーパー、いや見応えありましたね、三沢の速いクロスに長澤ですか、このヘディングシュート、あっとカウンターですよ、さあゴールは無人だ、小林勇気は、さあ高木懸命に戻る、小川失礼、あこれ去ったらオフサイドですね、オフサイドです。ただここで試合終了のホイッスル、横浜 FC 開幕から無傷の3連勝です。